筆オーはソースネクストが販売しているハガキ作成ソフトウェアである。元々はアスキーサムシンググッドが開発し、1996年にバージョン1を発表した。その後、1999年に会社名が iPhone へ変更。2003年には会社が自己破産し、2004年に、e、フロンティアに買収され、2007年3月23日に ソースネクストに一切の権利が譲渡された。年2回新製品を出している。ソースネクストは、はがき作成ソフトウェアとして、筆豆、筆を、アテナ職人の3本を販売しているが、筆をは最もコスパに優れているとしている。筆をゼロは、2007年9月7日から2010年9月まで発売されていた。一番の特徴は、 他のソースネクストゼロシリーズ同様、対象 OS の公式サポート期間終了まで無料で、新機能や監視イラストなどの素材の追加、郵便番号や電話番号辞書などのアップグレードが保証されていることである。例えば、2008年に Vista 対応版を購入した場合、Vista を使用する限りは、Vista のサポート期限である2017年4月まで、常に、 最新版へ無料で更新できる。PC を買い替えるなどしても Vista 以前の OS であれば継続して無料で使うことができる。ただしソフトを購入した際にサポートされていなかった新 OS では動作しないようになっているので、例えば PC を買い替えるなどして Windows 7上で使いたいとしても2017年までという更新保証に関係なく使用することはできない。 公式サイト上で有効 OS 拡張サービスを購入することで購入時にサポートされていなかった新 OS で継続して更新を受けることができる。一度購入すれば同様に PC を買い換えるなどしてもサポート OS であれば継続して使うことができる。有効 OS 拡張サービスは2016年8月22日に販売を終了した。 iPhone が販売していた時代は年賀状シーズンに合わせて11月中旬から12月中旬にかけてテレビ CM を放映していた2001年9月、筆を2002のイメージキャラクターとして小池栄子と筆をガールズが起用された2003年9月、筆を2004のイメージキャラクターとして吉川ひなのが起用された2004年9月、 筆を2005のイメージキャラクター、筆をおすすめ大隊長に安田美佐子が起用された。2005年9月、筆を2006のイメージキャラクターとして、熊田洋子、安田美佐子、夏川淳が起用された。安田は2004年から継続出演になる。コスチュームの色は、安田イコール青、熊田イコール赤、夏川イコールキである。発売元が、 ソースネクストに移管後はテレビ CM は行われていないがソースネクストのイメージキャラクターが公式サイトやパッケージに登場している2010年3月にソースネクストのイメージキャラクターにベッキーが起用されたことに伴い筆オバージョン15から筆オバージョン20はパッケージ等にベッキーを起用した2016年3月にソースネクストのイメージキャラクターに 合力彩り目が起用されたことに伴い、筆王バージョン21から、筆王バージョン23はパッケージ等に合力彩り目を起用した。筆王バージョン24以降は、イメージキャラクターを設けたり、パッケージ等にタレントを使用していない。ありがとうございます。